ジャパンビバレッジギャンブンハイ G1 開場42周年記念シルクカップ11レースを制しまして、皆様のお待ちかねの選手も登場いたします。どうぞ皆様拍手でお迎えくださいませ。さあ今オープンカーに乗って登場してまいります選手、皆さん何て感じないでしょうか。あの選手勝負強さはさすがです。伊勢崎祭りになるかと思いきや、ただ一着を決めましたのは浦田選手です。さあその浦田選手と、そして皆さん待ちに待ったら早川聖太郎選手、今オープンカーに乗って登場いたします。浦田選手が到着いたしましたら、大きな大きな拍手、そして大きなものをよろしくお願いしたいと思います。さあ浦田選手がこのステージに登場いたします。どうぞ皆様、ここに登場した際には大きな拍手でお迎えください。さあ選手が登場いたしました。見事一着を決めました、浦田信介選手がこの浦田いいぞーに登場いたします。そして早川聖太郎選手が登場です。浦田信介選手、早川選手に大きな拍手をお願いいたします。浦田素晴らしい声援が飛んでおります。まずは一着を決めました、浦田信介選手、輸出おめでとうございます。おめでとうございます。いいぞ浦田、大きな声援です。まあ、今日は伊勢崎祭りになるかと思いましたら、ここは浦田選手一着です。今の気持ちを聞かせてください。そうですね、思いのほか内枠に入ったのでちょっと嬉しかったです。今日はですよ、昨日と同じ試走タイムだったんですが、手応えはどうでしたか。そうですね、昨日の状態はちょっと情けないような感じだったんですけど、今日は、検査出す前に納得いくような感じができたので、ということはスタートラインは落ち着いてましたか。そうですね、少し落ち着いてました。スタートの切れはどうでしたか。まあ、フライング切ったかと思ったぐらいの切れでした。エンジン実際レースしてみてどうでした。そうですね、一人で走っていたのはちょっと分からないですけど、まあ、悪くないと思います。この後何か考えますか。は特に考えていません。タイヤはどうでしょう。タイヤは変えていきそうです。さあそれではね、また後ほどお話を伺いたいと思います。さあそして見事勝負強くこのステージに来ました、早川聖太郎選手です。リフトおめでとうございます。ありがとうございます。どうですかこの声援。そうですね、本当に毎年多くの声援をいただいてありがとうございます。そうなんです。毎年なんですよ。これ、G1 も連覇し続けていますけども、シルクもです。そうですね、はい。その辺、多く皆さんに言われると思うんですが、プレッシャーにはなりませんか。まあ、非常にプレッシャーあった方が、頑張っていけるので、本当にプレッシャーです。その頑張り伝わりましたよね、今日の走りです。ちょっとね、厳しいレースだったんですけど、頑張っていきます。どうでしょうか、今日のエンジンの手応えは。ちょっと昨日より暖かくなったせいか、だいぶ変調した感じがあったんで、まあ、ちょっと質終わってから不安な気持ちはいっぱいでした。実際レースをしてみてどうでした。本当に厳しい戦いだったと思います。そうですね、レース途中も、まあ、前を追えるかなって感じで、まあ、不安でしたけど、まあ、うまくいけてよかったです。明日に向けてはどうしますか。そうですね、今日のエンジンの変わり方をちょっと考えながらうまく調整していきたいと思います。タイヤはどうでしょう。タイヤもいろいろ当てて選びます。また後ほどお話を伺いたいと思います。それでは抽選に行きたいと思います。この抽選なんですけども、後ほど番号は発表させていただきます。浦田信介選手から3枚引いていただきます。見事な戦いぶりでした。このお二人、明日はどんなレースを見せてくれるんでしょうか。浦田選手から3枚引いていただきました。続いて早川選手です。この発表は後ほどさせていただきます。さあそれではこの熱気あふれるファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。そうですね、いつもファックスを送るのは群馬の水木ちゃんがいるんですけども、ありがとうございます。明日も、ここに戻ってくれるように頑張りたいですね。おやすみなさい。ぜひとも
中高は本当に一崎でも伝統のある開催だと思ってますので、ぜひ一崎勢で取りたいと思います。よろしくお願いします。ぜひ頑張っていただきたいと思います。改めてお二人に大きな拍手をお願いいたします。選手が退場をいたします。どうぞオープンカーにも手を振ってですね、声援をいただきたいと思います。ありがとうございました。いや素晴らしい戦いぶりでした。村田選手見事一着、そして早川選手の魂の走りを見た、そんな気もいたします。連覇になるのか、そして今伊勢崎勢が活躍しているのか、村田選手が明日どんな戦いをするのか、ぜひとも皆さんご注目です。そしてあと残す席は2つとなりました。最後の2人は誰がこのステージに来るんでしょうか。しっかりとですねご検討いただきまして、また最後まで皆様お付き合いいただきたいと思います。どうもありがとうございました。そして抽選券を発表したいと思います。149番の方、196番、196番の方、328番、328番の方、297番、295番の方、219番、219番の方、171番、171番の方、おめでとうございます。少しですね、太陽も変わってきまして寒くなってきました。でも熱い戦いが続いています。ぜひとも最後までお楽しみください。ありがとうございました。